是，所以，这是我真诚的想表达的主题，就是每一个人都渴望天长地久，天长地久的健康，天长地久的富有，天长地久的被爱，天长地久的美貌，但是总是得不到。那么，因为没有人坚持，因为，生活很复杂，所以我需要用20年的跨度来表现。这里面我的自传的成分非常少，因为作为一个编剧和导演，他有专业上的要求，来把所有的元素集合在一起，然后使电影好看。那么可能有一个是我的，两个是我的就是生活经历，一个是我在很小的时候有人问我，告诉我说这个世界上没有永远的白，你找出一个不会变黄的白色出来给我看看。还有一个是，兔鸡汤是我干的，所以呢，对，放到电影里。そうですね、私がですね、意図してですね、20年というのから始まって、そこからそのスタートさせた企画ではなくてですね、これはテーマの必要上、このテーマで描くということから、その20年という時間がですね、必要だったわけなんです。やはり誰しもですね、生きている限りいろいろその強い望みがあるわけです。どうかこの命が長らえるように、そしていつまでも幸せであるように、いつまでも美しくあれるようになれるように、で美しくいられるようにというようなですね、希望をみんな持つわけですけれども、そのほとんどは叶えられないわけです。やっぱ人生というのはいろいろ複雑で難しいわけですからね。やはりそういうものをテーマにして描くという中で、20年という時間は必要だったわけですよね。で、この中で私の自伝的な部分はほとんどありません。いくつか、ほんの少しだけあるんですけれども、他の、監督、脚本監督としてはですね、さまざまなものを集めてですね、一本のストーリーにするわけなので、自伝の部分が多いということは決してありません。ただの2つだけですね。1つ目はですね、この作品の中で、永遠にいつまでも白というのはありえないというところがありますよね。このシーンですね、このセリフ。还有一个是什么白色的？还有一个，就鸡汤，把鸡鸡汤汤吐出来。それからですね、一つですね、宿舎で、私が大学の宿舎でですね、スープを飲んで吐く場面がありますよね。あのシーンですね。あれは私の実体験ですね。I didn't start the film by saying that I'm going to make a film about 20 years of stories. It's because of the theme it really needed, because in lifetime you need to really always want to be happy, you want to be beautiful, and then you want it to be this and that. However, life is not that simple, and so that it was necessary for me to take 20 years to express what I feel like for this theme. And most of the cases there isn't any, I mean, personal experiences, but there's only two exceptions. One is that the conversation that we had with her stepmother, like that there is nothing that you can forever white. And the second scene is that I vomit my chicken soup at the dormitory in university. ありがとうございます。ちょっと時間がございませんので、2番目の質問は劉道さん代表してお一人お答えいただきたいと思います。由于那个时间的关Well, because 系，the time is 那个 limited, I 你代 think 表那 the 个 lady 几 needs 位演 to 员 give 来 us the 讲 good 话，可以 episode 吗？ representing all the cast. 首先，我们几位主创演员应该真的很感谢导演，是他把我们带入了一个蓝色的梦。对，我觉得，我们应该都一样，觉得自己很幸运是演员，不仅体验到自己的人生，同样也体验到别人的人生。首先沈星辰，我感觉我一直跟他一起成长，他教我学会了要更加学会珍惜，学会坚强，可能有一点紧张，所以，可以吗？可以。本当に今回ですね、
この映画に参加させていただいたということで、リ・ファンファン監督に心から感謝をしたいと思います。監督は私たちをですね、青色の夢の中に連れて行ってくださったわけなんですよね。とっても今幸せに感じております。やはりその、人生というのはいろいろあるわけなんですけれども、この演技をするということで、いろんな人物の役柄になりきることができ、このチェン・シン・チェン役を通してですね、シン・チェンが成長していく様をですね、いろいろと私もですね、同じように歩いて味わってきたわけですね。ごめんなさい、今とっても緊張してまして、何と言っていいのかよく分かりません。Well, I'm so happy that the director chose me, casted me, and you, she put it, all of us into this dream of white, a blue color, and I'm so totally excited and happy. And there are so many different kinds of things that as an actor you can portray, so that I feel like that as a protagonist portraying, I feel like I was also growing myself up. But anyway, I'm so nervous at present, I don't know how to talk anymore. ありがとうございます。すみません、ちょっと時間があっという間に来てまいりました。来てしまいました。Q&A こちらで終了させていただきます。ちょっと時間の関係で2問しかご質問を受けできなくて大変申し訳ありませんでした。皆様、キャスト、スタッフの皆様にもう一度大きな拍手をお送りくださいませ。フォトセッションに参りますので、ちょっと準備の方を。